はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿店の斉明です。今日もよろしくお願いします。今日ご案内させていただくのは、広島県の龍勢ですね。藤井酒造さんの銘柄になります。まあ、こちら広島県、先日ご案内した生協とか幻のね、中尾醸造さんとも近い広島県竹原市のお酒となっておりまして、竹原市というのは広島県の海沿いの中央部ですかね。はい。広島市と福山市の、間ぐらいの、瀬戸内海沿岸の町になります。海沿いの、蔵元さんになると結構ね、軟水になるところが多いんですけども、こちらの蔵元さん、竹原市もですね、全体的にこう軟水のエリアと言われていまして、そういった水で仕込まれたお酒ということで今日はご紹介したいと思います。で、龍勢さんというとですね、もちろん龍勢という名前ね、龍に勢いで書くんですけども、こちらのお酒ですね、それからもう一つはですね、結構有名に名前がインパクトあるので、はい、こちらの夜の帝王ということで、これは特別純米の、お酒なんですけども、お燗にしてもそのままでも、食中酒と比して非常に美味しいお酒ですね。で、これなぜ夜の帝王かという名前の由来なんですけども、今の蔵元さんのお父さんがですね、昔夜の帝王と、どういう意味のね、帝王だったのかわからないんですけども、呼ばれていたと。で、帝王というのはね、優しくあるべきなんじゃないのかなっていう、そういうことをよくお父さんから教わったそうです。はい。そこに由来した夜の帝王という銘柄、はい。これインパクトあるのでね、一度見たら忘れられない、そんなね銘柄になるかもしれませんけども、こちらはアルコール度数の非常に高いストロングタイプとですね、比較的こう加水をして優しく飲めるタイプの、2種類があるんですけども、こちらも非常にですね、お食事に合うお酒として、当店でも愛飲されています。はい。で、藤井酒造さんはですね、実は去年ですかね、水害に見舞われてしまいまして、ちょっとこう、蔵のね、1階が浸水するなんていうこともあったんですけども、幸いお酒の方はですね、無事ということで、で、今も普通にね、作りをされております。で、今後の展開としてですね、2024年でしたかね、に向けて、全量規模と、要は、木元作りで、全てのお酒を作りましょうということに向かってですね、今、取り組みをされています。で、その木元作りベースにしていくためにですね、このリミテッドシリーズという、この丸いね、お月様のようなマークが、印象的ですけども、こちらリミテッドシリーズといいまして、全量木元作りで、使っているお米は、八谷市、広島県の。それから八谷35号、これも広島県の酒米ですね。で、それから、お町で、そして王道の山田錦を、その4種類をですね、同じスペック、つまり同じ精米部合、酵母無添加で、全量木元という形で、作っていこうというのがこちらのリミテッドシリーズの試みになってます。こちらは山田錦使っていてですね、日々シャクシャクと読むんですかね。これもですね、非常にいいお酒に仕上がってます。うまみ、そしてね、酸、あとキレのいいお酒になってますので、そのままで、冷やして飲むのもいいんですけども、ちょっと温めてあげるとですね、非常にまろやかになるお酒になってます。はい。龍に勢いというね、非常にこう、なんと言いますか、運がね、つきそうな、いい名前ですので、ぜひお店に来たらですね、この銘柄見かけたら、ぜひ一回飲んでみてください。はい。じゃあそれでは、今日は広島県竹原市の藤井酒造さんのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。